皆さんこんにちは、サムライフラッグの野田パイです。ソニアさん、そしてハナです。モンゴルの方です。モンゴルの方です。今日はですね、2人の外国人ゲストを連れてきてまして、メキシコ人のソニアさんとモンゴル人のハナさんになります。今日はすき焼きパーティーをやります。今日はですね、黒毛和牛かな、和牛があります。まあ今コロナの現状があってですね、こういういい肉とかがホテルとか出回らずに余ってて、これをまあお得に調達して生産者の方を応援できるってことで、今回贅沢な家ご飯っていうところからですね、お肉を頂戴いたしましたので、ありがたくこれを食べさせていただきたいと思います。サイトの詳細は詳細欄に貼っておりますので、興味ある方はぜひ見てみてください。というわけで今日はですね、贅沢な家ご飯ということにちなんで、家で贅沢なすき焼きを食べていきたいと思います。というのすき焼き For the first, my first time おー、くー。原さんは今3、4回おー、そうです。すき焼き好きですか？あ、好きです。おー。そしてこれ見てください、こちらをなんか立派な、めちゃくちゃでかいタン。これ美味しそう。そう、タンです。ベロベロ。これをちょっと後で食べていきたいと思います。まずはすき焼きからいきたいと思います、はい、というわけで、ソニアさん Please make a すき焼き。チョップスティックス。料理はよくやりますか？ Do you cook often? Yes. Oh, good. So you wanna eat sukiyaki for the first time and make it after you make it. Yeah, I'm so excited. Take it. This is fine? Yes, yes. もうちょっと焦げ目ついてきたんで、じゃあ、グリルド、グリル、ビーフを最初にちょっと火を通します。美味しそう、すごいね。もう looks tasty、 looks delicious。 うすごー、すごい贅沢。うん、ちょっと熱いかな。美味しそう。最初に肉ちょっと風味付け使ったので、ここからはせっかくなんでね、いい肉なんで入れていきたいと思います。あまり火を通しすぎない感じで、おいおい、こういう感じでいきましょうかね。わお、ちょっとホームパーティーなんでね、すき焼き店のようにはいかないかもしれないですけど、肉がいいのでご愛嬌 で少し煮込んでいきます。で、This is 黒毛和牛。 This is kind of highest rank of Japanese beef。一瞬ビートです。あ、結構もういけそうですね。ぼちぼちね。あんま触んない方がいいかな。It's always beef。うん？うん、すき焼きは always beef だね。Always beef。というわけでいい感じになってきました。よし、乾杯しよう。はい。じゃあビール？はい。じゃあ飲みます。はい。じゃあ入れましょう。あ、いい。こんないいですよ。はい。というわけで乾杯したいと思います。乾杯。いただきます。Please. Ah, really good. We usually use raw egg to eat it. Raw egg, 食べます。生卵も食べます。あ、食べますよ。全然。ソニアさんは食べれ？あまり？あ、食べない。あ、じゃあじゃあじゃあ。やっぱ it is unusual to eat raw egg in Mexico. Yes. じゃあどうぞ、好きなものを取って。これがビーフでしょ、ビーフでしょ、マッシュルームでしょ、豆腐。わお、I'm so excited. Yeah, 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 I'm so excited too. はい、じゃあちょっと食べてください。How do you like it? I really like it. You like it?
So good. Wow. It might be one of the my favorite things I've ever tried. Really? In Japan. Wow. And it's good. So...これは私好きですね。ああ、えのきね。口に入って、なんか美味しい。大好き、大好き。はい、ありがとうございます。僕も取ります。卵使わないの？うん、大丈夫です、今日。I really prefer raw egg. Really? うん、すき焼きの、うん、正式な食べ方はね。オフィシャル、オフィシャル usageYou know, because it's hot, the egg kind of... Yeah, yeah, mix and it makes it a little bit sweet. The best combination. Oh, もう食べてください。Please eat it as you like. もう食べましょう。パーティーなんで。いただきます。おー。おいしい？おいしい。嘘。え？めっちゃおいしい。めっちゃおいしい。さすが。ちょっと僕なんか日本で初めてこんなに美味しい。あ、本当。2個食べました。そう、シャボシャボ大好きで私、はいはいはい、シャボシャボも2個食べようと、シャボシャボもなんか月に1回とか行きますけど、あまりそんなに美味しい2個食べたことないです。へえ、これはいける。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。ちょうどいい。へえ、あ、じゃあモンゴルの肉に味も美味しい、匹敵する感じか。うん、じゃあ僕はローエッグでいただきます。これが、うん、美味しいでしょ。あー、うまい。 It's very soft、and sweet、ね、肉が、肉が薄い。うん、うまい。あー、うん、あー、めっちゃ美味しいでしょ。美味しい、モグロ。うん、アンステベン。難しいね。アンステベン。うん、もうライスと一緒に食べるのがもっと美味しくなる。うん、おう、すき焼き、like, it's common all year in Japan, or like, just like autumn? Yeah, actually it's common through a year, but yeah, in the autumn, winter, it's more special, yeah, it's special for us. はい、はい、じゃ、大丈夫です、これで。はい、僕はいっぱい食べます。 I have a big stomach. We say in Mexico, when you say you have like big stomach, that you have one empty leg. Like, you express it, like one empty, that one of your legs is empty. So when you eat, food goes to your empty leg. We express that by using another separate stomach. It's not separate stomach, but you use a leg. Yeah, we use empty leg. Empty leg. That's interesting. 面白いね。モンゴルでそういうのある？そういう表現。あまりないんだ。うん。まだ食べれるよみたいな。いや、ないですよ。モンゴルって人ちょっといっぱい食べてる人が好きです。なんかあまり食べないですって人がちょっと、なんで？あ、そうなの？お肉とか、うん、食べたらすごい元気になると思うから、みんな、みんなお肉結構食べます。昼ご飯と夜ご飯ぜひお肉食べないといけないみたいな。え？全員？うん、そう、全員。昼ご飯夜ご飯全員お肉食べないといけない？そうそうそう。そんなルールあるの？もうありますよ。例えば冬の時は馬肉と牛肉大体食べます。夏だったら、羊とヤギとか食べます。あ、なんか冬だったらモンゴル結構寒いでしょ、マイナス40とかある。そしたら、馬肉食べたら体の中からも暖かくなる。
うんうんうん、だから肉は大好き。モンゴル人人大体肉好きか。そんな食うんだ。そう。美味しいタンがあるんで食べましょうか。食べましょう。食べましょう。よいしょ。いや。Yeah. I'm already baked it. おー、美味しそう。Already prepared です。食べましょう。これ見て。肉。超ビッグタン。いただきます。はい。うん、うん、美味しい。うまい、ジューシー。あれ、タンだもんね。タンは好きですか？うん、like、タン好き。うん、I think the タン is always beer。 うん、yeah, like drinking food。 あ、drinking food、mm-hmm. うん、I feel it goes well with yeah. with drinks。 あ、美味しかったね。ね、どうでした？すごい美味しかった。よかった、うん、もう今ちょっと待って本当 How was it? How was it? So good. So good? So so good、Great first time trying. Really? Yeah, やっぱ、ね、Super soft、うん、and sweet. そうね、ソフトンスイーツも本当でも美味しいね、黒毛和牛ね。じゃあ、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、美味しかったね。美味しかったな。いやとても美味しかったです。で、ちょっとこちらでですね、まあ、お肉提供いただいた、贅沢な家ご飯さんの、まあ、お肉の、今回食べたお肉の生産者、加工者から、加工者さんからのコメントをいただいてるんで、少し読ませていただきます。自分の息子や娘のような気持ちで大切に育てた最高の黒毛和牛を最高の状態でお客様に召し上がっていただければ、そんな嬉しいことはありません。しかし、高級焼肉店やホテルの鉄板焼きなどで出回っているはずの高級部位がコロナの影響で流通が滞っています。普段ですとなかなか出せない部位をお求めやすい価格で提供させていただきましたので、日本の宝黒毛和牛を守るためぜひご協力をお願いしますというわけでですね、美味しい黒毛和牛、本当高級な肉をですね、今回贅沢な家ごはんさんから、提供していただいて、楽しむことができました。美味しかったね。ありがとうございました。美味しかったです。ありがとうございます。ね、ああいうふう？もうフルだよね。フルだよね。そうですね。そうですね。まあ、ここから僕サプライズプレゼントがあるんですけど、じゃじゃん！おー！あなたのミートがあります。あなたのミート。まあ、でももう食べられないので、こちらは後でサムライフラグのシェアハウスで食べるんですが、まあ、こんな風にね、たくさんのお肉を、美味しいお肉を提供していただいてるんで、本当に、協力ありがとうございます。皆さんもね、ぜひこの機会ですので、のいろんなお店や生産者の応援になるので、ぜひね、贅沢な家ご飯を楽しんでいただければいいかなと思います。もし肉こちら買いたい方は、詳細欄に贅沢な家ご飯さんの URL 貼っておきますんで、ぜひ応援してあげましょう。というわけで、今日は美味しいすき焼きを楽しみました。ありがとうございました。とっても美味しくいただきました。この動画を楽しんでくださった方は、チャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。サブスクライブ、please subscribe。 というわけで、また別のビデオでお会いしましょう。サムライフラッグでした。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございます。この名前は何ですか？えのき。いただきます。いただきます。Delicious.